よし、じゃあ始めるよ。じゃなくて、なんか変わんない。お前は千里を書くな。今からやるけど、そう、確かに気が出して今から時間あったよな。余裕で時間あったよ。わかるか、時間は大切なんだぞ。時間は有限なんだ。目に言われたくないんだっつうの。しゃべば、いや、絶対ダメだから。今ね、完全モザイク入ってるから、絶対そこに。また全身モザイク。あれじゃん、なんだっけ、格付けチェックの写すかしらしなしになっちゃう。写す価値はあると思うんだ。俺ちゃんとやっとくから、写す価値なしって。べーん。しっかりと編集してこわ。何を変わっちゃう。こうでいいんだっけ。皮はこう、こう、こうだよ。だよね。そう。てかさ、真ん中なんか短くね。短いよね。だよね。ちょ、こいつがおかしいんだよ。もっとお前右に行けよ。右に行けよ。お前が書いたんだよ。いいツッコミありがとう。なんか住んでんだけど、川の真ん中になんかいる。見えるかな。見えるかな。なんか住んでる。今回これあれでいいんじゃない。コップがね、サムネね。バカじゃん。何の、混ぜって、何の動画。担任めっちゃ久しぶりじゃねえ、ヤカさん。ねえ、超久々。今までどうしてたんだ、ハゲ。ちょっと食もちょっと言ってました。分かったよ、つるっぱげ。変形脱毛症。変形脱毛症や。10円 ?10 円もないです。500円でけえな。1000円よく分かった。1000円え、ゆきち型。あの形の顔の人型ではないでしょ。よくそれ分かったね、これゆきちって。親の顔よりよく見てるから。金の亡者みたいになってるから。これでいいのだー、これでいいのだー。ボンボンバカボンバカボンボン。なんでみんなここで歌い出すんだろうね。いや、ここかなって。はい、僕の今気づいた逆さだった。まあいいや。あ、大丈夫、俺も逆さだったような気がする。上下回転だし。俺だけじゃまともに使ってるんだ。ホワイトボード初心者だから。君たち何回目ホワイトボード。なんなんだろうね。ポンコツってラブライブに何か関係してたっけ。俺さ、ずっと今記憶たどってるんだけど、ねえんだけど。そんなところねえんだけど。いや、ラブライブで、あ、これポンコツだなっていう部分。そんなこと言ったら俺哲学なんかラブライブじゃないんですよ。こんな感じで、割と地雷だらけです。もうさ、すげえな踏んじゃったね。もうだ、もうラブライブ川柳って名乗るのやめようか。みんなで楽しい川柳にしよう。俺ちゃんとみんなにね、ラブライブの歌いでお願いしますって言ったんだよ。俺ちゃんと絶対だよ、絶対だよって。よし、もうマイナス覚悟できるよ。俺もマイナス覚悟。おい。おい。よし。はぁ、ルビーちゃんかわいい。どうする、トゥーさん、どっちから行く。始めちゃうんだ。じゃあお題、シャロンで。はい。3人の名前となった。いい。カットカットカット。カット。文字忘れた。名前と待った。その次何、あと5文字何。なんか不思議な川柳だね。不思議な川柳だね。名前と待ったな。待ったっつって。カット。カットね。はい、じゃあ。じゃあ、自分のお題。待って、私笑う。カットするんだったら笑うな。自分で編集点作って、自分で編集点崩すなよ。俺の編集が繋がんなくなるから、お前。カットって言ったんだったら繋がんなくなるから。積もってんのよ、しかも。我慢できなくなっちゃった。落ち着いて、はい、吸って行きまーす。スルーした。番組として未公開で、未公開ですか。今思い浮かんです。あ、じゃあ、見ないどこ。そうだね、ちょっと楽しみだな。そう、見えない。俺のことも見ない。全然見えないわ。俺のことも見ないっていうのどうかと思うけど。よし、できた。はい、じゃあ未公開分。はい、よーす。おまんじゃん、赤水団子、もう飽きた。俺そっちだったら食べて、丸あげてたかもしれない。でしょ。それは俺丸にしてたわ。でしょ。ちゃんと川柳になってる。俺出してから気づいたんだよ、これ。出してからこの答えありだなって思ったの。ポンコツ感が出てる、それなんか。合ってるもんな。そう。いや、これちゃんとほのかちゃんじゃん、もう。そう。この考えたけど、そう、ちゃんとラブラブ要素を組みつつ川柳だし、そうそう、ポンコツだしって感じもするし、完璧じゃないこれ。なんでとんこつにやっちゃったんだろうね。まあ未公開分だから、これは別にプラスにもマイナスにもなんない。やらかしたマジで。それにしときゃよかったな。月ちゃん可愛いよね。月ちゃん可愛いよね。それな、鍋月ちゃん。鍋月ちゃんって初めて聞いた。そんな略し方初めて聞いたのに。鍋月ちゃん。かわんなどこに行ったの。かわいいよね。かわいいよね。矢上月ちゃん。完全にデスなノートだね。デスなノートはやべえ。矢上月ちゃんめっちゃかわいいよ。
あれ可愛いの分類に入るのか。計画通りとかっていう時はあの顔とかめっちゃ可愛いじゃん。アクロスいいんだよ。どっちかっていうとやっぱあのリンゴ食してる姿とか最高だと思うんだ。リュウクのあのリンゴ吸ってる吸ってる吸ってんだ。あいつリンゴ吸ってる。リンゴかじんないんだ。吸うんだ。あいつ可愛いでしょ。リンゴ吸ってる姿想像してる。それただのリンゴジュースじゃん。果汁100%。しかも自分でこの持ってるリンゴからさ、口の中に生成するから。なんちょっと姉様系で。見たなと思ってさ、それ姉さんも無駄だからちゃんと見せてあげて、未公開で使うから。てってれれってってってれれってでピカチュウの石がさ、いきおおいや、さんさん7拍子なんだよな。川柳どこへやらだから、気づかれないかな。しかもちょっと銀玉っぽいなと思って。帰れ帰れさっさと帰れって、ちょっと分かんない。ケツの穴は司会者と踏み入る。あったね。ちょっと銀玉っぽいなって思っちゃった。ハルチャンネルって何？知らん。ハルチャンネルって何？ハルチャンネルとは何だ？マジ哲学だわ。出てくると思ったけど。それハルチャンネルについて一言。マリカ。盲点だったわ。これ俺どうしようかなと思ったんだけど、もう一問やる俺と矢田次郎で、それをつゆさんに判定してもらうっていう感じで。じゃあ俺エキシビジョンで参加するわ。エキシビジョン全然。俺は全然。俺点数にならないよね。うん、点数にならないこれは。もうトゥー太郎は優勝確定。俺はもう遊ぶから。おめでとう。俺は散々遊ぶから。97でいい本当に。はい。本当に97でいい。え、変えた方がいいかな。全然変えてもいいよマジで。72。変えた。変えた。ちなみに97は虹の推し。ダメです、ごめんなさい、勘弁してください、許してください。だから言ったやん俺、マジで。マジで許して。本当にいいのって。じゃあ俺さ2人のお題で作っていい？エキシビジョンとしてね。ああ俺のお題だったらこう、ハルさんのお題だったら、やだ、なんか持ってかれそう。かぶったら、そう、かぶったら怖いからやめて。じゃあ絶対かぶんないから。だそうです。いや絶対はないから。絶対は絶対にないから、このように絶対かぶんないって。だってお前の知らないのかも。あ、そう、じゃあいいや。いいのかい。俺と矢田次郎の前にトゥー太郎がね、なんか俺らのお題で作ってくれたみたいなんだよ。正確にはパルさんだけの話題。俺はカレットのお題なんだっけ。輝き。そう、じゃあ輝きね。はい、いきます。輝きでなんか作ったらしい。どうぞ。月の輝き、星の愛、あまたの光集めて今、あなたの心に届けましょう。99期生史跡、天道真也、こういうきらめきをあなたに。カットだな。絶対通じねえと思ったもん。カットだな。うん、早い、いい切り替えの速さだけど。だろ。だろ。よし、オッケー。カットだわ。はい、オッケー。これがやりたかっただけ。何もなかった。何もなかった。最後までご視聴いただき、今このもうちょっと頑張って。やりました。あれなんかもうちょっと伸ばせって声が今。もうちょっと伸ばせって声が来た。どうする。どうしよう。まあそうだね。異性のでどっちか。あ、もういいよ。終わったわ。終わったわ。負けたー。俺だ俺だ俺だ俺、一緒しでーす。